はくよいんのこのこどうもあきです。本日はですね、ガンダムの肩とか背中にある武器を使っていきたいと思います。まあなんか背中とかにありそうじゃん。だからね、その武器使っていきたいと思います。それでですね、まあ、ジェットスイーパーってまあちょっと使われないんですよね、みんなに。でかわいそうなんでね、僕がねちょっとね今日ね面白そうな立ち回りジェットスイーパーだったんでちょっとやっていきたいと思います。レッツラーゴーウィン。お、アンチョビットゲームズですね。オッケーってことでね、今回やっていく、戦い方は、まあ、もうパパになりきります。自分お父さんです。はい。でね、このね、他の3人がもう、子供たちですね。可愛いですね。あー、よしよしよしってことでね、この子供たちに頑張れって遠くからね、まるでね、運動会のビデオカメラを持ってるパパのような立ち回りでね、こう、遠くから頑張れお前らみたいなね、こういうね、嫌がら、なんて言うんだろう、いじめてこようとする友達にはパンパン嫌がらせして、で、しっかりする子にはしっかりすると、こういう風にね、嫌がらせします、嫌がらせ。いけ、いけ、友達じゃなくて息子、オッケー、息子がやってくれましたね。オッケー、仲間倒されてもナイス押してくれますね。あれはね、僕が熟練したんですよ。お前倒された時はナイス押せよってことでね、こういう風にね塗りも支援してあげましょう。やっぱパパなんでね。そしてビデオカメラね、こっちからねずっと見てますね、今こっち。はい。でここからね、こうねちょっと移動しましょう。こういう風にね、ちょっといろいろとね場所を移動したり、あっぱ、危ねえ、危ねえ。こういう風にね場所をちょっと移動しないとね、次の種目始まっちゃうんで。これ3人もいるんで、3兄弟、小学校1年生、小学校3年生、ちょ、あっぱ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 、なんでよ、本当に、マジかよ。ってことでね、まあね、ちょっとね、まずい状況なんですけど、こういう時こそトルネリングを貯めて、ドルデニング、トルネを貯めて、ケバブみたいに言うなって。で、これ貯めるんですよ。で、このね、奥をね、奥の奴らを嫌がらしながら手前も、ああいうとこね、もうね、射程で勝つしかないんですよ、やっぱパパは。でね、こういう時にパパがね、頑張れお前ら、俺に塗りは任せろっつってね、で、これとここを塗る。どうですか、これ。これ、これで取れちゃうんですよ。だからね、この支援をしてあげる、その代わり、あ、ここなんか入った。今いたよね、ここ。あれ、これいなかった。はい、よっしゃ、こいつはやってあげる。オッケーオッケー。こういう奴は俺のセリフ。俺のセリフってなんだ。うちが、あー、今のうまいなー、頑張れ。なんで、うん、オッケーオッケー。やっぱね、僕の息子なんで、やっぱ、当然なんで、はい。鼻が伸びちゃうなぁ。ってことで、まあ、なんていうか、あ、こいつはね、こういう風に支援だけで、このシールド強いんだぞってとこ教え、マジか、今、雨傘だと思ったら、普通の傘だか、なんか折れちゃいましたね。やっぱね、傘もちゃんとした使い方しないと折れちゃうんで、なんか、いっぱい、なんか傘をブワーンってやって上に水溜めたりして遊んでたじゃん。あれですぐ壊してめっちゃ怒られてたんで、やっぱそういう使い方をしないでほしいね、みんなも。シールドも同じでね、違う使い方したら今みたいに死んじゃうから。これね、俺がね、もうやっぱお父さんがやっぱミスんないと、子供たちもミスって、ああ、ああなるんだって覚えさせる、この種ですね、僕は。もう種です。で、こういう風に塗ってあげて、あ、ちょ、あ、そこの後ろはね、ちゃんとね、後ろも見れないやつは子供になれないぞってことをね、しっかり子供たちに教えるって、この戦法です。はい。ってことでね、そろそろ本気出しますか。お父さんもね、やるとき、仕事できないお父さんってあれだと思うんですよ。やっぱね、やるときはやらなきゃいけないと思うんで、あいつ、こっち。どこ行った後ろから行った。あ、こいつ、あ、こうし、オッケー、やった、仕事できるお父さんだぞ。でね、来そうなとこ見とく。で、こう、やばそう。でね、こういうしっかり塗る。何気にこれ塗り武器だから。あんま塗り弱いけど、結構塗り強いから。で、こういうやつも、あいつやらないか欲しいな。で、こういうやつもね、別にね、あれ、倒さなくたってね、当てるだけでいいんだよね。で、ここの上最強。こういう風にね、もうね、結構な範囲届くのよ、こっから。でね、僕、チャージャーがいてもね、この変なね、変なとか言うとあれだけど、この絵描いてるやつなんじゃん、右上の。これ。これ、この絵に、この絵が降りると、チャージャー抜けないんで、このポジション。だからね、もう最高ですね、こう。でね、こうやってもう一発当てれば、ほら、逃げるやろ。これね、もうこれはずっと続けてね、で、トルネード溜まったらね、トルネリングケーバブすれば、もうね、強いんだよね、これ。で、これなくなったら、こっから一回塗る。で、こうする。溜める。で、こう塗る。で、こうね、裏も見てあげて、しっかり塗り固める。はい。でね、またこうやって塗る。で、この間にトルネーリング・フォー・オブ・ザ・ライトニングを溜めとく。あ、でね、なんかやばそうだったら、こう、ここに塗る。で、こうやってね、支援してあげる。今何発か当たったな。あ、ナイス。ほらね。こう、支援が強いんだよね。やっぱ周り見れるんだよ、こういうところから見ると。でね、このみんな左見てないんで、左をね、こうやって俺は見てるぞってことを教える。で、トルネード溜まったんで、こう下がって、でね、ちょっとね、エリアじゃなくてね、奥に言ってあげましょう。オッケーオッケーオッケー。でね、ちょっとでも。で、こうね、こういう風にもうエリアに夢中になってくると思う。で、ここでこう、ちゃ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 いって。あちゃちゃい、あちょっと、ちっちゃいって、こう、ちゃいってやっとけば、とりあえずは相手は、ちょいちょいっていうのが頭から離れなくなって、ちょっと集中できなくなると思うんで、試合に。やっぱお父さんもね、そういうね、呪文系も使えないとお父さんになれないんですよ。なんかね、パパと息子の7日間なんですね、今始まってる。これ映画なんで、これ。映画なんだ、本当に。はい。
さてどうしようかな。あそこ入ってきそう、あそこ入ってきそう。もうね、入って、あ、ちょ、ちょ、これは射程で、あー、降りたね。でもあれでいいんだ。下ろさせるだけでいい。で、敵3落ちしてんじゃん。そしたらね、もうね、無理に攻めずに、もうね、こうやってエリアを塗ってちょっとでも時間稼ぎをしてあげたいんだが、まあ、トルネードを貯めましょう、とりあえず。トルネードと一緒にね、よいしょ。エリアに、で、あって、でね、こう、におちナイス。で、ここで塗ってあげる、ここで塗ってあげる。これが強いんだよ。で、ここ、あ、なんで持ちくとんの？マジかよ、マジか。でも仲間いいぞ。仲間ってか、息子たちいいぞ。あ、これ一回取られちゃうね、エリア。そしたら、もう、焦らずに、もう、貯めましょう、トルネード。焦らない、焦らない。この上から。で、こう塗って、右から行くぞっていうね、この、右から、右を打つことによって、敵は右来るんじゃないかっていうね、勝手に憶測をしだすんですよ。めっちゃ考える人だったら。ほらね、右見てるでしょ。で、こうね、右見させといて、正面行っちゃうってね。あ、ちょっと待って、これやばい、これやばい。これ仲間の協力ね。で、3落ちしてんじゃん。もうこれ、もう、このままトルネードも、あ、オッケー。こういう戦い方なんですよね、やっぱ。やっぱね、息子をね、働かせるっていう、社長なんですよ、いわば。いわば、このジェットスイーパーって社長なの。だから、どううまく社員を動かせるか。やっぱね、そういう世界なんですよね。やっぱ、スプラトゥーンもね、この社会を学ぶ上の一つの一歩なんで、ほら、2キロ6ですだけど、やっぱ、企業は成功してるわけじゃないですか。やっぱね、結局はね、トントン、頭の使い方なんですよね。何言ってんだろ、俺。恥ずかしい。はい、ってことで、待ってもうなんでーあー、マジかよ。マジかー。頑張ろう。はい、ということでね、もう今何もなかったことにしましょう。アンチョビットゲームズやっていきましょう。ってことでね、やっていきましょう。ってことで、はいはい。編成いいね、編成いいね。塗りもいいし、キルもいいし。オッケーオッケー。相手もちょっとは、チャージャーがいるんで。相手ちょっとこれチャージャーいるんで、さっきの立ち回りにプラスしてチャージャーに抜かれにくいポジションとかでちょっと打っていきましょう。でも相手もリッターじゃないんで、そこまでほら、ここまで届かないんですよ、相手。で、こううまく、こうね、もうね、シード、スピックリンはシードを使ってうまくごまかすしかない。ただ相手の、そこいるよね、そこいるよね、大丈夫？あ、待って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 。これまずい、ここまずい、これまずい、これ死んだ死んだ。一回ここで降りてこない、降りてこない。一回逃げよう、これはちょっとまずい状況ですね。よいしょ。オッケー、ってことで一回トルネードでちょっとエリアに打ちましょうか。で、ちょっと攻めやすくしてから、オッケー、行きましょう。で、この辺、あ、そっちダイナモね。ダイナモ見に行きますか。まずダイナモ打たなきゃね。もう話にならないぐらいね、塗り強いんで、ほんとに。その辺いる？あ、ここか。よいしょ。あー、死なないか。ここ、ここ、あ、インクレイン、インクレイン。よいしょ。まあね、こうやって嫌がらせでもしとけば。よいしょ。ほら、エリア塗り入ってるんで、嫌がらせだけでも。よいしょ。そこいる？そこいる？どうだ、どうだ。うわー、嫌なとこいるな。あ、そこかも。オッケー、オッケー、オッケー。どうしようかな。とりあえず、あー、チャチャ見てる。お、ちょっといい、危ねえ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 。チャージャーに抜かれにくいポジションからの、オッケーオッケー、トルネード溜まった。よいしょ。いけー！オッケー。で、このね、トルネードと一緒に撃つ。おー、取れるでしょこれ。ね、これが強いんだよ。よいしょ。で、ここからちょっとチャージャーが、どうしようかな。その辺いる、その辺いる。これね、しっかり塗る、塗る、塗る。チャージャーずっとあそこにいるな。次、あそこにトルネード取っか。余裕があったら。エリアの余裕があったら。あ、ナイスやり、ナイスやり。エリアに余裕があったら。あ、そっちいるな。で、ここね、左にファンがあるじゃん。この扇風機みたいの。扇風機って敵撃っても抜けないんですよ、自分のこと。こいつやりたい。よいしょ。行くぜ！うへー！やれるこれは。マジ？マジ？今抜かれんの？いや、マジかよ。まあ、リードしたからいいや。いや、マジか。今のは想定外。今のは絶対やれると思ったから。いやー、やっぱ舐めた口聞いてるとなー、ダメだよな。で、ここは塗ります、塗ります。ここは塗れないんで。あ、でね、ちゃんと抜けないんで、ほら。もう全然ね。もう、スキップに関してはもう、半分も取れないんで。で、あそこ、ここだと抜かりやすいんで、この左ファンを利用して。で、でも、ここがね、一番、ちょっとね、敵が降りてなきゃ結構安全ポジションですね。ここ。ただ、インカイスできないんで、こうやってトルネード打って。で、チャージャーがずっとあそこにいるんで、ちょっとあそこトルネードでどかしましょう。なんかあった。ラッキー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 。で、こうやって、やって、いや、これじゃないけど。オッケー。で、これで塗ります、塗ります。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、こうね、しっかり塗りましょう。やっぱね、こう周り、あそこもね、ここから届くんで、見るだけでも、スパッシュ打ってますね。多分僕バレてるんで、うまくこのボム兵、ボム兵じゃねえや、このなんか塗り壁みたいなやつに隠れて、ドッスンか、ドッスンに隠れて、しっかり身を潜めましょう。で、こうね、エリアも塗りましょう。ちょっとチャージャーの邪魔になっちゃってるけど、エリアを塗りましょう。さて、オッケー。さて、さて。で、チャージャーがチャーポジ入りましたね、多分。あそこにトルネード撃ってくれたんだかも、ナイスだね。あそこで死んだっぽいね。で、あそこ引っ張れない。じゃあ、あそこにちょっと撃ちましょうか。よいしょ。あれで1枚ぐらいなんか離れてくれれば。よいしょ。大丈夫かな。で、エリアに塗りましょう。あ、そこ、そこ。はぁー！お、ナイス確保。ってことで、これでね、焦らず、焦らず、ゆっくり、一本行こうか。よし。で、これで、そういうとこ、そういうとこ、そういうとこ。あ、こいつ、こいつ。
オッケー、俺は全然見てくれてなかったからね。大丈夫だった。オッケー、よいしょ。さて、ここからもうあとはね、あと10何秒でしょ。塗ってれば勝てそうですね。よいしょよいしょ。さて、あとはこの辺来るだろう。おお、来た、本当に本当に来た今マジか。適当にというか、来るかなと思って一応そこ見といたんだけど本当にチャージャー来た、危ねえ。ってことで、なんか意外になんかちょっと考えて、なんか本当は血回り面白そうだなと思ってやってみたけど、何気になんか意外にできてたっちゃできてたね楽しかったな。おお、仲間つえー。はい、ってことでね、いろんななんか立ち回りできてすごい楽しかったと思います。ってことでね、本日もご視聴ありがとうございました。ってことで皆さん、おずー